にちは、かいこじのドローンジャーニーへようこそ。今回も皆さんと一緒に楽しんでいきたいと思います。今回はガジェット会になります。ドローンの動画ではないんですけども、久しぶりにカメラ紹介したいと思います。こちらです。じゃじゃん、キャノンパワーショット V10。 はい、キャノンさんが本気で Vlog カム出してくれましたよ。しかもお手頃価格で使いやすい。この変わった形状、ちょっとね、外観パッと見てですね、実際にこちらで撮った映像を見てもらいながら、スペックなんか紹介しながら、まあソニーのね、Vlog カムとか去年出たやつとかと、まあスペックの比較なんかもしながら紹介していきますが、まずは外観見ていきましょう。ちょっと変わった形状してますよね。はい、フリップアップで、2型のモニターが出ます。だいたいコンデジのスタンダードなモニターのサイズは3型なんですけど、こちら2型のモニターがついてます。だからちょっとちっちゃいですけど、このフリップアップタイプになってます。で、これね、こうやるとコンデジっぽいんですけど、使い方は縦です。面白いですね。レンズが真ん中にあって、モニターがある。なので、こうやって使った時に、目線がね、ずれないっていうのは結構ね、メリットだと思います。はい。この形状がかなり扱いやすいです。っていうのは、このね、録画ボタンなんかも真ん中にあって、自撮りをしながら録画開始っていうのがかなりしやすいです。横に持つと、まあ、縦撮影になるんですけど、横持ちの縦撮影にした時もかなり持ちやすくていいですね。左右対称なんで、右利きでも左利きでも使いやすいユニバーサルデザインになってます。これもね、いいところですね。まあ、なんとなくコンデジとアクションカムを足して2で割ったようなカメラなのかなっていうイメージではありますね。はい。またアクションカムほど小さくはないんだけど、ちょっとコンデジとも一線を画すようなデザインで面白いと思います。これはね、Vlog に使ってみるとわかるんですけど、Vlog カメラってこのデザインが正解なんじゃないかなとも思えるような、よくできたデザインになってると思います。こちらのレンズはですね、広角 19mm になってます。F 値は 2.8。望遠はできません。センサーサイズはですね、高級コンデジラインナップとま同じ1型になってますね。画素数は 13.1 メガピクセルになってます。よっ。上面見てみると、キャノンと書いてありますが、ここに大きなマイクがあります。このマイクね、キャノンの高級コンデジシリーズ G7X Mark III と比べてもかなり大型になっていて、マイク性能向上しているそうです。無音時のノイズなんかもかなり少ないみたい。そしてサイズはですね、縦 90mm、 幅63.4mm で、厚みが 34.3mm になってます。重さがね、 211g と結構軽いです。素材はね、ちょっとプラスチックみたいな感じなんですが、これ逆に、なんだろうな、マグネシウムみたいな金属とか使わないで、マグネシウムボディとかじゃないんで、かなりね、それで軽くなってるって感じですかね。通常のコンデジだと、まあ、高級コンデジシリーズとかだと、だいたい 250g から 300g ぐらいが多いのかなと思いますね。僕が愛用しているこちらの RX100M7 は 300g 超えてるんで、まあ、それと比べると 100g ぐらい軽いんで、かなりね、軽い感じはします。Vlog カムの対抗馬で言うと、ソニーの ZV-1 が 294g で、ZV-1F が256g になってるんで、それよりちょっと軽いって感じですね。サイドの方見てみるとですね、 USB-C ポートがあります。ここから充電します。で、バッテリーがビルトインタイプになっているので、給電して使うか、使い切ったら充電して使う必要があります。バッテリー交換はできない仕様ですね。反対側の側面見てみると、 HDMI の出力端子がついてますね。あとは外部マイクも使用可能になってます。これはちょっと嬉しいポイントですね。背面見てみると、物理ボタンがついてます。コンデジで見慣れたような物理ボタンがこんな感じでついていて、まあ、ここでポチポチ押すこともできるんですけど、モニターはタッチ対応なので、タッチでメニュー操作することもできます。結構使いやすいです。で、正面のね、ここが録画ボタンになってるんです。これがね、非常に優秀で、パッと開いて、この真ん中のボタンをポチッと押せばスタートできる。このね、形状が Vlog にめっちゃ向いてると思いませんか？左手で持っても、右手で持っても、パッとね、録画開始しやすいデザインになってます。で、録画開始すると、このモニターに赤枠がついて、録画されてることも、視認しやすいし、このね、デザインね、Vlog カムの新スタンダードになるんじゃないかなとか、なったらすごいいいんじゃないかなって思えるぐらい、よくできたデザインだと思います。そんでこのフリップアップした状態の背面なんですけど、ここに実は、これ超ポイント。じゃーん、スタンドがついてます。これスタンドがついてると、こんな風に自立できるんです。しかも、まあ、角度も結構変えられる。もちろん、こっち側にも行って、下を向くこともできる。これがね、めちゃくちゃいいと思います。で、あとこの凹凸が少ないね、感じで、さっとポケットに入れたり、バッグに入れて持ち運びしたいなっていう感じのカメラじゃないですか。ただ、なんかどっかで使うときに、まあ、手持ちで使う分にはいいけど、こうやってね、自撮りしたり、なんか撮ったり、まあ、もちろんこれね、写真も撮れるんですけど、置いて撮影したいってなったときに、
底面三脚穴がついてますが、まあ、通常のコンデジとかだと三脚にこうねくるくる立てて使わなきゃいけない。でまたそうなると三脚も持ち歩かなきゃいけなくてちょっとかさばるとか重さも増すってなるんですけど、スタンドをパッと開けば自立する、これ素晴らしいですよね。はい、左右対称のユニバーサルデザインっていうのもさることながら、このスタンドがかなりポイントなんじゃないかなと思います。これ相当よく考えられて作られてるなと感じますね。じゃあですね、こちらで撮った映像をお見せしたいんですが、ちょっとだけね電源つけてみましょうか。はい、電源ボタンはこちらになってます。電源オンしますが、起動時間にご注目ください。電源オン。はい、もう一瞬で、もう録画スタンバイ状態になって、ここを押すだけですぐね録画スタートできます。はい、モニターにもこんな枠がついて録画していることが、分かりやすくなってます。これはねめっちゃ早くていいですね。じゃあですね、実際に外でこいつを使ってこれの映像をご覧いただきたいと思います。はい、こちらがパワーショット V10 で撮っている映像になってます。いかがでしょうか。今ですね、手ブレ補正は通常というもので使っています。まあ十分広いですね。はい、じゃあこれで撮っていきましょう。モードはですね、4K30fps で撮っていきます。で、動画のモードはオートで撮っていきましょうかね。ちょっとね、外風が強いんで、どうかなっていう感じですけども、行ってみましょう。はい、まあちょっと映像は見てもらいつつ、今ですね電子手ブレ補正を使いながらやってます。そのうちですね電子手ブレ補正をオフ、それから強と使って、映像の差を見ていただきますが、今は電子手ブレ補正通常というものでやってます。電子手ブレ補正オフの場合は画角が 19mm の広角になってます。 19mm の広角っていうのがねちょうどよくていいですね。ちなみにソニーの ZV-1 が 25mm、 ZV-1F が21mm なんで、まあ、それよりちょっと広角かなっていう感じですね。だいたい同じぐらいの画角で言うと DJI ポケット2なんかが 20mm 相当なんで、まあ、同じぐらいかなと。まあ、GoPro なんかは超超広角で 16mm なんで、まあ、かなり広角なんですけど、 19mm っていうのは結構使いやすいんじゃないかなと思います。はい、自分の方向けるとこんな感じです。はい、ちょうどいい感じなんじゃないでしょうか。なんかね、棒とかつけなくても、セルフィースティックとかつけなくても、普通に自分の方を向ければ、まあ見やすい感じなんで、これ結構ね、使いやすいんじゃないかなと思います。フォーカスはコントラスト AF。で、デジタルズームで最大3倍までいきます。静止画撮るときは 18mm 相当になります。F 値は 2.8。手ブレ補正は電子手ブレ補正になってます。動画の解像度は 4K30fps までで撮れます。結構マイクが推しみたいで、大きなマイクが2つついてるそうです。これはキャノンの G7X Mark III から比べても、マイクが大きくなって、音質が良くなって、ノイズも少なくなったそうで、Vlog 用途には結構いいんじゃないでしょうか。ただですね、これマイク大きいの2つついてるんですが、ウィンドジャマーとかはついてません。で、オプションでも今現在ないそうなんで、まあ、サードパーティー製のウィンドジャマーを待つか、自作でモフモフをつけるかっていうことを、まあ、外で使うんだったら、そういう工夫が必要かなと思います。ちなみにマイクは無指向性マイクになっていて、今撮っている音声も、パワーショット V10 で録音してるんですけど、音声いかがでしょうか。あとはですね、スマホアプリ対応だとか、UVC、UAC、USB 接続でウェブカメラとして使える機能とか、あとですね、ライブ配信なんかも、スマホと連動してできたりとかですね。まあ、そういった機能があります。価格がですね、54,500円税別なんですよ。ここね結構ポイントで、例えばソニーの ZV-1F とか、まあ、対抗機になると思うんですけど、75,000円税別。ソニーの ZV-1 は、だいたいね、9万円ぐらい税別でするんで、そっから比べると、このスペックで54,500円、55,000円切った価格っていうのは、かなり優秀だと思います。あとね、この機能的なところで言うと、対抗馬になってくるのが、例えば DJI ポケット2とか、GoPro シリーズになると思うんですよ。DJI ポケット2は今現在だと45,000円ぐらい税別で。で、GoPro Hero 11なんかになると、まあ大体5万円ぐらい税別でなんで、これコンデジのように使えるとか、コンデジスペックの Vlog カムとして、54,500円。で、1インチセンサーでしょ?暗所にも強いでしょ?で、マイク性能なんかも、ちょっとね、後で比べてみたいと思うんですけど、大きめのマイク使ってるんで、結構ね、いいと思うんですよ。だから暗所に強い、画質がいい、音がいい、フリップアップモニターがある、みたいな、なんだろうな、これ形状としては、コンデジのちょっと縦になったバージョンみたいな感じなんですけど、Vlog カムとして、旅行に持っていこうとか、街に連れ出そうって思った時に、何と迷うかって言ったら、GoPro とか Pocket 2とかと、パワーショット V10、どれにしようかなっていうような戦いになると思うんですよね。
まあ、その辺で言うと重さも結構ね重要になってくるんですが、先ほど言った通りパワーショット V10 は 211g、 ポケット2は 117g、 かなり軽いですね。 GoPro Hero 11は 153g なんで、まあ、重さで言うとパワーショット V10 の方がちょっと重いですが、一般的なコンデジと比べるとまあ軽めになるかなという感じですね。はい、じゃあここからはですね、背ブレ補正オフにして使っていってみましょうか。そうすると、19mm の、一番広角でね使えるんで、これかなりね広いと思うんですが、どうでしょうか。今ね普通に手を伸ばして、使うとこんぐらいです。近づけてもこれぐらい、かなりね使いやすいと思いますが、どうでしょうかね。まあ普通に歩けば結構ブレると思うんですけど、 19mm 結構広角なんで、まあ画角がね広くなればなるほど手ブレって気にならなくなるんですが、まあそれでも普通に歩けば揺れるかなっていう感じはすると思います。前向けてみましょう。はい、いかがでしょうか。じゃあですね、手ビレ補正強で使っていってみましょうか。はい、こちらが手ビレ補正強の画角になります。うん、画角はねやっぱり狭くはなるんですが、ブレ補正かなり効いてますね。で、ブレ補正オフの状態の映像も今確認したんですけど、まあ、19mm の広角なんでそんなに気にならない。まあ揺れはしますけど、ブレ補正がねかかってればかかってるほどいいってわけじゃないですからね。なんかね、ブレがある映像もなんだろうな、使い方次第っていうか、リアルでいいかなっていう感じもするんで、まあ、そこはあの使い分けかなと思います。今ブレ補正強ですけども、今目いっぱい腕を伸ばすとこれぐらいの画角になります。これでも広いかなっていう感じはしますよね。ちょっと前に向けて使ってみましょう。この階段で走ってみましょう。まあ、これだけ聞けば十分かなっていう感じはしますね。はい、じゃあここからはですね、パワーショット V10 と DJI ポケット2、それから GoPro と映像を比較しながら使っていってみたいと思います。1インチセンサーのダイナミックレンジとか映像の綺麗さとか、まあ、あとちょっと薄暗くなってきた時の暗所性能とか、その辺でちょっと比べられるといいかなと思います。パワーショット V10 は1インチでしょ。ポケット2は 1.17 分の1型センサーなんで、まあ結構ね、センサーサイズは大きめなんですよ。1インチにちょっと近づいてるかなっていう感じで、GoPro に関しては 1.9 分の1型センサーなんで、大きさとしては半分ぐらいになっちゃうんで、暗所性能とかもよく比べていきたいと思います。あとはね、こう歩き取りした時のブレ補正とかね。ちなみにパワーショット V10 は電子手ブレ補正なんですけど、GoPro も電子手ブレ補正。まあ GoPro はね、手ブレ補正かなり優秀ですからね、その辺比べてみたいんですけど、ポケット2に関してはメカニカルジンバルなんで、もう物理的にね、ブレを吸収して、ブレない映像を撮ってくれるっていうんで、まあそこはね、かなりね、強いと思うんですけど、まああとは、ちょっと比較ではないんですけど、パワーショット V10 に搭載された、まあキャノン初搭載のカラーフィルターがあったり、美肌モードなんかもあるみたいなんで、ちょっとその辺もね、使っていってみたいと思います。はい、3機種並べて撮っています。いかがでしょうか。パワーショット V10 の手ブレ補正は今日でやっています。で、GoPro Hero 9を使っていますが、こちらは 4K60fps、ワイドの画角で、ブレ補正もかけています。ハイパースムースで、ポケット2はまあジンバル、メカニカルジンバルなんで、ブレ補正とか設定はないですね。もうジンバル全然ブレないですからね。はい、で 4K60fps で撮ってます。ちなみにそれぞれの価格は、ポケット2が 20mm、 GoPro がだいたい 16mm ぐらいかな、かなり広いですね。で、V10 が 19mm なんですが、いかがでしょうか。それぞれね、マイクなんかも比べたいですね。こちらがパワーショット V10 の音声です。ちょっと風が強いんで、風の音入っちゃうかもしれませんが、どうでしょうか。はい、こちらが、GoPro Hero 9の音になってます。どうでしょうか。ちょっとですね、上空飛行機が飛んでいて、かすかに飛行機の音入ってると思うんですけども、いかがでしょうか。そしてこちらが、ポケット2の音声になってます。ポケット2はね、かなり音声、綺麗なんですが、いかがでしょうか。パワーショット V10 も、台形の大きなマイク積んでますんで、音はいいということなんですけども、いかがでしょうか。実際ね、V10 の映像をいくつか見たんですが、見たっていうか自分で使って撮ったやつね、音声聞いてみましたが、結構ね音綺麗ですよね。いかがでしょうか。ちょっとこっちに戻って走ってみましょう。はい、これはまあブレ補正の検証っていう感じで走ってますけど、いかがでしょうか。はい、
じゃあブレ補正切ってちょっと広角でね使ってみましょう。それが一番画質綺麗だと思うんで。はい、ブレ補正をオフにしました。まあそうすると、揺らせば揺れるんですけど、はい、でもこれが一番ね綺麗だと思うんですよね、画質はね。まあ色味とかの差もね、比べていただければと思うんですけど、日中はね、まあどれも綺麗ですよね。圧倒的にこれがダメとかそういった差は出ないと思いますけども、いかがでしょうか。ちょっとね、夜間というか暗いところでやっぱ比べると差が出ると思うんで、それちょっと比べていきましょうかね。ちなみにそれぞれ画素数はパワーショット V10 が、13.1 メガピクセル、ポケット2が64メガピクセル、結構でかいですね。ゴーブルヒーロー9が27メガピクセルとか、そのぐらいだったと思います。でこの画素数は、まあ、高ければ高精細に映るんですけど、暗所についてはこの画素数が低い方が有利っていうのもありますね。はい、ということで、じゃあ暗めの夕方で比較検証していってみましょう。はい、今夕方6時になって結構暗くなってきましたね。今室内、まあ室内というか車内なんですが、もうこの時間だと結構、室内、車内は暗いんですが、映り方どうでしょうか。3機種ね、パワーショット V10、 GoPro Hero 9、 DJI ポケット2、それぞれどんな風に映っていますでしょうか。なんか画面モニターを見ると、やっぱり1インチセンサーの V10 かなり綺麗に映ってるような気がするけど、どうですかね。GoPro、 それから DJI ポケット2は露出は自動になっていて、最大 ISO 感度が6400になってますけど、なんかモニター見るとかなりザラザラしてて暗い印象があります。まあ6時でもまだ日がね、完全に落ちてるわけじゃないんで、外に出れば結構明るく撮れると思うんですけども、飛行機が、いや今ね、藤沢湘南に戻ってきてるんですけど、この辺本当に飛行機多くて、ちょっとね飛行機が行ったら外に出て、まだね日は沈みきってないので、夕方の外どんな風に撮れるのかやっていきたいと思います。よし、じゃあ行きましょう。さあ外にやってまいりました。もう結構いい時間だよ。まだね日は沈みきってないけど、もうお日様は見えません。さあ今ですね、モードは、変わらず V10 が 4K30fps、 ポケット2と GoPro が 4K60fps になっております。だいぶね暗くなってきましたね。さあとなると、まあ、さっき車内もそうでしたけど、暗所性能みたいなね検証になりますけど、どうですかね、ノイズ感とかいかがでしょうか。こういうところを見ると、まあ、さらに暗いので、どんな感じに映ってるか、いい検証になりそうですが、いかがでしょうか。やっぱり、まあ、モニターを見てる限りですけど、1インチセンサーはね偉大そう、このサイズ感で、1インチセンサーなんで、まあノイズもね乗りにくいし、このコンパクトさなんで、本当に GoPro とかポケット2の対抗馬にふさわしいかなと思うんですよ。はい、まあ、GoPro はねもう最強防塵防水機能なんで、かなりアクティブにね落としたりしても、まあ壊れにくいっていうね、タフさがあったりとか、ポケット2は、まあポケット2なんかは落としたりしたら結構ジンバルはねデリケートなんで、そういうアクティブでタフな使い方は向いてないかもしれませんけど、ただメカニカルジンバルはクロップなし、電子スタビライザーなしで、もう完璧なねブレ補正を実現してくれるので、まあ、そういった強みがあったりとありますけども、この V10 に関してはやっぱね、コンデジスペックでこのコンパクトさ軽量さで、ポケット2とか
GoPro と戦えるっていうのが強みだと思います。1インチセンサー1インチセンサーね、やっぱ綺麗だと思うんですよね。いかがでしょうか。はい、もうだいぶ暗くなってきましたね。うん、じゃあ戻りましょう。はい、じゃあですね、続いてキヤノンが初搭載してきた美肌フィルターとかカラーフィルターとかちょっと見ていきたいんですけど、まあ、電源オンしてざっくりこの操作感とかね見ていきましょうか。オンが早いです。 4K 設定なんで内部の温度上昇、注意っていうのがね出てますね。メニューを押してこれね、実は ND フィルターもオーとオンとか使えます。 ND フィルター使えるのね結構嬉しい。何気にね自動水平補正とかもねあるんですね。ただこれは効きはそんなに強くないです。こんな感じでメニュー見ると一般的なコンデジと同じような操作感で、この物理ボタンがあるっていうのも結構いいポイントですよね。じゃあね、カラーフィルター見ていきましょうか。 Q というところをタップしてカラーフィルター、カラーフィルターね14種類あります。でオフからタップしていくといろんな色味で撮影することができます。でパッと撮ってシネマチックに撮ったり、なんかいろんな映像の表情が出せて、これはこれで面白そう。いろんなカラーフィルターがあります。14種類。はい、これね物理ボタンがあるんですが、物理ボタンでやるのも楽だし、タッチパネルの操作感もかなりサクサクしてていいです。はい、簡単にオート動画、美肌動画、手ブレ補正とかマニュアル露出とか切り替えることができます。静止画の切り替えはこれ、はい、ここでできます。手ブレ補正モードにして Q を押して手ブレ補正の強さを切り、入り、強と変えたりですね、自動水平を使ったりとかそういったことができます。かなりねサクサク動きますね。じゃあ美肌モードね使ってみましょうか。はい、じゃあまずはですね、ノーマルで撮ってます。美肌モードオフです。どうかな、ちょっとね近くに行くともう40歳の結構汚い肌が見えるんじゃないかなと思いますけど、じゃあこの画角で美肌モードオンにしてみましょうか。はい、いかがでしょうか。今美肌モードオンにしました。美肌モードは1から5まで5段階で使えるんですが、今3で使ってます。はい、どうでしょうか。まあ大体3ぐらいが普通なのかなっていうことで3で使ってますけど、じゃあ次に5で使ってみましょう。はい、こちらが美肌モード5の映像になるんですが、いかがでしょうか。どうかな、モニター見るとあ、まあだいぶ変わってる感じするけど、どうでしょうか。はい、美肌になってますでしょうか。ちょっとね1でも使ってみましょうか。1使ってみてその後オフに戻してみましょう。はい、これが1でしょ、そんでこれがオフ。はい、どうでしょうか。はい、こんな感じで美肌モードも使うことができます。はい、いかがでしたでしょうか。というわけでですね、まあ、Vlog に使いたいカメラ、皆さんあのイメージできましたか。歩き撮りでね、まあ、使うシーンにもいいんですけど、今こうやって、まあ、三脚なしでカメラをね置いて撮ってるんですけど、結構ねこれ距離も近いんですよね。顔までの距離がだいたいね40センチぐらいの距離でこの画角で撮れるんで、かなり便利だと思います。歩き撮りの Vlog カムとしてももちろんいいと思うんだけど、まあ、こうやって置いて YouTube 撮影に使ったり、まあ、お料理動画撮ったりとか、まあ、はたまたバンドのライブとか、まあ、練習とかね撮ってみたりとか、まあ、これね商品紹介もできると思うんですよね。ちょっとねやってみましょうか。はい、こちら。はい、いや綺麗ですよね。こうやってピントをね近くで合わせた時に後ろがボケてくれるのは結構ね綺麗でいい感じですよね。ちなみにねこれ結構ねよれるんですよ。今どんぐらい寄ってるかな。レンズまでだいたい4センチぐらい、3センチ4センチぐらいまで寄ってもピントが合います。これはねめちゃくちゃいいですよね。めちゃくちゃ寄れるんですよこれ。でピントをここにね合わせると後ろがボケて、やっぱ1インチセンサーって綺麗だなーっていう感じしますよね。はい、こんな感じで商品紹介とかにも使えるんじゃないかなっていう感じですね。キヤノンのパワーショット V10、 新しい Vlog カムのスタンダードになれるかな、どうかな。結構いい線いってるんですけども、かなりねスペック優秀なんですよね。そんで弱点がない、ただめちゃくちゃ突出してる部分も見当たらないんで、なんだろうな、もう比べていったらこれでいいじゃんってなるけど、もうめちゃくちゃ推しがないんで、なんかね推しがあるかなと思ったんですけど、やっぱこの形ですね。このユニバーサルデザイン、変わった形だけど縦持ちで持ちやすくて機能の詰まったパワーショット V10、 Vlog カム悩んでる方は価格も税抜き5万円台だし選択肢に入るんじゃないかなと思いますんで、 Vlog カム悩まれてる方は選択肢の一つに入れてみてもいいんじゃないでしょうか。というわけで今日はドローンの動画じゃありませんでしたけど、キヤノンさんが本気で作ってきた Vlog カムパワーショット V10 紹介させていただきました。またカメラの動画もそうですけど、まあ、ドローンの動画とかいろいろ皆さんのお役に立てるようなガジェットの情報を発信していきますんで、絶対チャンネル登録して次回も見てください。
さよなら。ツイッター、インスタグラムもよろしくお願いします。